気つけましたね。見事たどり着いたか。おばあちゃん来たわ。それが水鏡ですか。うむ、月明鏡という。なんて清冽な。あれが歴代の巡回魔女が管理していたという。なるほど、アーティファクトの一種だったか。そうなんですか。確かにクロスベルの鐘に少し雰囲気が似てるような。うん、あれはクロイス家が受け継いできた古代遺物じゃな。リベールではシリンや宝石、アルノール家には師匠、おっとオリバルト王子の貝殻も同じ部類なんじゃろ。いずれも古き一族に伝えられし、太古に女神より授かった神具。そしてその魔女が受け継いだのがその鏡というわけか。うむ、各地の霊窟と結びつき、黒の司書とも連動する。主らが各地で見た原始などもこの水鏡が大元になっているのじゃ。ただしわらわや巡回魔女にすらめったに啓示を与えぬ神具でもあった。じゃが黄昏が最終段階に入り、大いなる陶器がこの地を包み、巡回魔女たるエマ、呪いのニエたるシュバルツァー、わらわとセリーヌが一同に返したこの刹那ならば話は別じゃ。つまり赤い月のロゼ、吸血鬼の真相でしたか。その吸血鬼というのは眷属どもによる風評被害じゃな。だが正気を操るという意味では間違っているわけでもないか。なんだ、獣。まさか私やクリアノスの存在の大元。ローゼリアとはもともとは古の獣女。1200年前、災厄を御するため炎の一族の長と融合した存在。女神の使わした聖獣、翼ある尺獣というわけじゃ。おばあちゃん。消えたもう一中の聖獣、教会もその行方を探っていたが、まさか人間と融合して新たな存在になってたとはな。繰り返すが二代目じゃだな。先代の長は900年前に消えた。おそらく知性どもの裏切りによって。ここにいるわらわは元は使い魔、セリーヌたちと同じ立場にあった。先代は生前わらわをこの地に連れて、己に何かあらば再興するよう言い残した。そしてわらわはこの月明鏡により先代の記憶の一部と使命を受け継ぎ、二代目ローゼリアとなったわけじゃ。そういえば深淵が刺激したあの鳥も青い翼だったわね。どちらも炎の聖獣の特徴を別の形で受け継いでいたわけか。それじゃあ今回セリーヌを呼んだのって。うむ、黄昏が最終段階を迎えた今、知性たちとの対決も近いじゃろう。総国とは別に、場合によってはわらわ自らが差し違えることもあり得る。その時の保険みたいなものじゃな。そんな。どうせあんた。ああ、別に死ぬつもりはない。どちらかというとおまけじゃ。本命は闘争の果てに水鏡が見せる黒の死書と連動した原始。巡回魔女と真なる贄がいれば呪いの全貌が明らかになるじゃろう。そうか、俺たちが各地で見た原始の大元にあるものを引き出すために、そのために必要なのが闘争。ここでロゼさんとガチでやり合う必要があるってことですか。うむ、始めるとしようか。なんというオーラ。でもこちらも引けない。ええ、ここが正念場よ。新旧7組、これより最大級の試練に挑む。示すとしよう。ミリアムが守り繋いでくれた俺たちの今をよろしくお願いします。隠されし真実を引き出すために。ロゼ、いろいろ文句はあるけど全力で行かせてもらうわよ。うん、かかってくるがいい。7組の子らにセリーヌよ。魔女の長にして女神の聖獣石獣ローゼリア、参るぞ。遠慮なく来るがよい。これで決める。やー、もう一度とどめよ。エクスブレイカー。いきます。我が求めに応し、今こそ権限せよ。ソは堅牢、我らを守る唯一の盾。ソは流麗、根国を照らす無二の鏡。照らせ、パレス・オブ・エレギアン。行くぞ。絶空暴力の力、思い知るがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ。その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよう。ふっ、光然おやつ。任せるがよい。アルゼイドが信じ、その身に刻むがよい。参る。うわー、まあ任せておけ。行くぞ突撃陣烈火。俺の番だな。ひざまずく。私の番だな。こおのれ許さぬ。はいアルゼイドが信じる。その身に刻むがよい。参る。はい。アークス駆動。任せてくれ。そなたの感謝ありがとうございます。いいだろう。覚悟を決めるがいい。まばゆく光を我が剣に力を相下ろす。任せてくれ。はあやっやっそなたの感謝ありがとうございます。チャージします。感謝する。やらせん。私の番だな。おれおれ、主たちの力はそんなものか。はいアルゼイドが信じる。その身に刻むがよい。参る。私の番ですね。俺の番だ。感謝する。それます。感謝する。おお、いいだろう。アークス駆動。私の番ですね。絶空暴力の力、思いするがいい。我が深淵にてきらめく金色の刻印よ。その高き方向をもって我が槍に無双の力を与えよ。任せるがよい。アークス駆動。やっ、俺の番だな。アルゼイドが信ずる、その身に刻むがよい。マイル俺の番だな。我が求めに応じ、今こそ権限せよ。楚は堅牢、我らを守る唯一の盾。楚は流麗、混沌を照らす無二の鏡。照らせ、パレス・オブ・エレギア。任せるがいい。はっはっ、未熟。俺の番だな。アークス駆動。やっ、任せてくれ。ありがとうございます。チャージします。感謝する。任せるがいい。やっ、そなたに感謝。俺の番だ。任せろ。行くぞ、突撃時烈火マイル。神道滅却、我が太刀は無。見えた。まばゆき光よ、我が剣に力を相下ろす、セイバー！任せるがよい。壮烈だ。私の番ですね。暗き刃よ、お願い。やるではないか。負けられない、みんなのためにも。精進あるのみだ。よし、やったわ。やりました。まだまだこれからだ。よし、掴んだ。当然だな。まだまだこれからだ。まあ当然ね。どんなもんだっつうの。厳しかったけどなんとか上回れたはず。人の子ごときにここまで食い下がられるとは。レグナートやの悔しさが今更ながらわかるようじゃ。古竜はともかくその名前は聖女の鬼神にも似ているがすでに人の世では失われてしもうた名であったな。まあよい。よくぞ我が試練を乗り越えた。エマ、シュバルツァー、皆もしかと心するがよい。月明鏡が。水先案内をします。皆さんどうか心を落ち着けて。これはわらわの知らぬ真実。黒の師匠の残された欠片たち、目をそらさずに見届けるがよい。くそ、なんでや。なんで団長がこないなところでくたばらんとならんのや。フィーのことをことづけていたのも覚悟してのことだったのだろう。同心バルデルとの相打ちならだ。本人も満足しているに違いあるまい。だがやれやれ、間に合わなかったか。あんたは確か工房の人間やったか。我が工房の S ウェポン、ごひいきにしてくれて感謝している。これは提案なんだが、近くに偶然あるものがあってね。うまくいけばルトガー殿をよみがえらせることができるかもしれない。あんた何を。はあ、うさんくさいと思うなら正座に話を持っていくだけだが、定員は一人。さてどうするかね。うまくいって何よりだ、ルトガー・クラウゼル殿。状況は分かっているようだね。ああ、どうやら俺は選ばれちまったらしいな。大いなる力のかけらの一つ、紫のゼクトールの乗り手に。いや、あんたのせいでそう仕向けられたというべきか。もともとあんたのところはうちと星座の両方に武器を下ろしていた。それ自体は構わないが、バルデルとやり合ってる時にどうにも不思議なことがあってな。どうして俺もバルデルも3日3晩戦い続けられたんだ。加えて俺らがやり合った場所のすぐ近くに眠っていたこいつ、どうして俺らがそこを決戦の場に選んだのかいまいち思い出せねえ。なあ、あんた、俺らをはめやがったな。よこせ、よこせ、我のものだ、その魂のすべて。毎晩毎晩、よくぞ飽きぬものだ。まるで猛襲の塊。バリマールと比較するもおぞましい。愛など所詮単なる一騎。我の一部となるしかないクズ鉄よ、受け入れよ、獅子の心を持つ者。貴様こそ我が乗り手にふさわしい。ドライケルス、あ、白金の己。まあよい、決して逃さぬ。たとえその魂が違う器に宿ったとしても。ドライケルス、今のは。久しいな、リアンナ、あの頃のまま。いや、美しさに一層磨きがかかったようだ。褒めても何も出ませんよ。私のことはロゼから。ああ、お主の復活、人知れず帝国を離れたことも聞いた。あけじょうな娘だ。互いに添い遂げる誓いを捨てるとは。私の思いはいつでもあなたのもとにありました。イブリンとのお子たちも健やかに育ち、多くのお孫にも恵まれているとか。こうなせなくなった私には、それを見届けられただけでも本望です。リアンナ、さあ話してください。先ほどの名状しがたき闇について、いつどうしてあんなものに取りつかれたのです。僕はゲオルグ。もともと生は存在していない。工房長に選べと言われて、グノームから G を取るだけにした。イニシャルが GG だとくどそう。ただそれだけなんだけどね。工房から出た時に記憶はフェイクと入れ替えた。それはそれで悪くなかったな。小説の登場人物になったみたいで、無意識で工房と定期連絡を取りつつ、生ぬるい平和な友人ごっこに浸る。そういえば結社の白面から盗み出した暗示技術らしいけど、うん、悪くはなかった。あくまでただの夢としてはね。苦労をよみがえらせたのだって知性として効率を重視したからさ。工房長には嫌味を言われたけど、総国にふさわしい候補には違いない。そう、理由はただそれだけだ。アンの扱いにしたって、カレイジャスの保険にしたってね。よしよし、いい子ね。優しい顔立ちは君にか。俺に似ずに何よりだったな。それはそれでモテて大変かもしれないが。そうですね。あなたにもちゃんと似ていますし、あなたに似て鈍感なところがあると、この子も周りも大変そうですけど。ん？そういうところが愛おしくて大好きということです。気をつけて、あなた。お役目頑張ってくださいね。ああ、行ってくる。ガシャ、それにディーンも。あれから180年、彼が世に出て30数年ですか。素敵な奥方に健やかなお子、もう心配は不要のようですね。ですがかの闇は消えていないはず。あの方からの誘い、改めて考えてみるとしましょうか。まったくもう相変わらずなんだから。まあどんな研究か知らないけど、あなたなら間違いないでしょ。でも週末には戻ってきてね。アリサや父さんが寂しがってるわ。ああ、分かってる。愛しているよ、イリーナ。はあ、何をやってるんだろう。僕は妻や娘を放っておいて、こんな兵器の構想を練って、最近妙に頭痛がするし、いつの間にか寝ている時もあるな。 RF のクリニックに診てもらっても特に異常はないみたいだけど、パンツァーゾルだ。画期的な発明にはなりそうだな。博士が卒業論文として認めてくれるかどうかはわからないけど。どうしていきなりそんな。私はここから去ろうとしているのか。ああ、そうだ。目覚めるがよい、フランツ・ルーグマン。すでに王は手に入れた。あとは下僕の多さを揃えるだけだ。己の使命を受け入れるがよい。失礼します、フランツ・ラインフォルト様。ミクラウヘビが執行者ナンバー9、国士聖域と申します。ノバルティス博士と契約された研究成果の引き取りに参上しました。はあ、フランツ様、13工房に属されている。ああ、そうだ。いや、そうではないな。それは仮初めの名だ。私の真の名は他にある。1000年にわたり受け継ぎし、大いなる存在の下僕としての名が。何を。ちょうど潮時だ。君が訪ねてくれて本当によかった。研究成果の引き渡しは拒否する。では存分にやり合うとしようか。思えば数奇な人生だった。北部の地主の家に生まれながら、雪崩によって家族を亡くした少年期。縁あってユミルの男爵家の世話になりつつ、トールズ士官学院に入ったこと。大勢の友を得つつ任官し、上官や後輩たちに恵まれたこと。みそじを過ぎて彼女と出会い、生やされつつも祝福され、結ばれたこと、その間もその声は折を見てささやきかけてくるのだった。よこせよこせ、我のものだすべて。ああ心地よい。誰にも相談できず、心の奥底に封印し続けてきた声。結婚後、息子を授かってからほとんど聞こえなくなり安堵していたが、最悪のタイミングで再び語りかけてきたのだった。よかった、あなたが無事で。お願い、どうかどうか、あの子だけは。どうしてだアランドール、家畜が、息子が何をした。襲うなら俺を襲えばいいだろうが。女神よ、いやあくまでも何でもいい、この身がどうなろうと構わないから、俺たちの息子を助けてくれ。その言葉を待っていたぞ、ドライケルスよ。200年待っていた。今度こそ灰ではなく我が乗り手となるのを受け入れるがよい。さすが幼子の命は助けてやろう。貴様は、そうか、貴様が全てを。いいだろう、この魂と肉体、貴様にくれてやる。代わりに息子を、リーンを助けろ。黒の鬼神、イシュエルガー。これが残された真実のすべてか。団長が亡くなったのも、決闘を仕組んだのも黒のアルベリヒ。でも彼さえもまた、どうやらジョルジュ先輩とはまた違う形みたいですね。ああ、アリサの父上の自我を乗っ取るように現れた別の自我。知性の長という人格が乗っ取ったってことなのかしら。わらわとは違う形で不死を実現した存在のようじゃな。おそらくは優秀な知性の子孫に寄生、融合することで流らえる。父様、そしてアリアンロード、いやリアンヌ・サンドロットの真実。250年にわたり彼と帝国の行く末を真摯に案じ続けていたとは。まさに聖女と呼ばれるにふさわしい人物ですね。でもその人がずっと気にかけていたのって。ずっと疑問だったことがある。どうして幽玄と陛下はあそこまで宰相を立てるのかとな。そうか、そうだったんだ。陛下は知ってらっしゃったんだ、皇帝家の黒の使女によって。250年前の獅子戦役を終わらせた帝国中興の祖にして、トールズの創立者かの獅子神皇帝の生まれ変わりがギリアス・オズボーン宰相であること。まれ変わり、そんなことが。オカルトじゃなさそうだな。よもや残されし真実がそのようなものだったとはの。アホどもが、リアンヌもドライケルスもなぜわらわに相談せぬ。わらわは主たちの友、そう言ってくれたではないか。いや、どうしてわらわはこの250年ずっと気づけなんだ。おばあちゃん。ロゼ。ローゼリアさん、黒の騎士イシュメルガとはどういった存在なんですか？確かに、どう考えても全ての元凶って尋常じゃないオーラを漂わせる鬼神だとは思ったが、わからぬ。だが千年もの間、ほとんど姿を現さなかった謎の鬼神じゃ。250年前の獅子戦役はもちろん、900年前の暗黒竜の時もいなかった。じゃがその両方、いえ帝国の忌まわしき歴史のほぼ全てに関わっていたとすれば、まさかバリマールにせよ、オルディーネにせよ、騎士にはそれぞれ自我があった。だがその自我が何らかの形で悪意に目覚め、力をつけていけば。もともと争っていたとはいえ、1200年前、知性と魔女は和解しました。大いなる一の封印のみならず、帝国の創設にも共に力を貸したそうです。なのに800年前の帝都奪還を最後に、彼らは一切の交渉を絶った。おそらく背後にいたのが黒の騎士、それこそ知性を眷属として取り込んじまったのかもしれねえな。いや、むしろ下僕として魂まで隷属させたというべきか。そして団長の件以外にもいろいろなところにちょっかいをかけて、黒い種をまき散らしていった。ええ、今この瞬間にもまさにアルベルヒ自身が言っていた呪いそのものね。その目的は大いなる一、七の総国の果てに自分自身がそれになろうと。そんなことのために私たち OZ は、ミリアムさんは吐き気がしてくるわ。ああ、許せないな。そいつのせいで帝国は周りの地もずっと苦しみ続けてきた。苦労や聖女、両兵王も不死者となり、ミリアムは命を落とした。クレア少佐の家族やレクター少佐の父親、犠牲になった無数の人たち、アリサの父親にジョルジュ先輩、俺の母親やオズボーン宰相すら。リー、落ち着きなさい。見栄としての呪い刺激が強すぎたか。なんとか抑えて。落ち着くがいい、我がライザーよ。バリマールなんて暖かな。ここって鬼神が機動者と契約する異想空間。いや、それとは違うみたいだな。バリマール、喋れるようになったのか。工房の本拠地の時とも違う状況みたいだな。うん、一時的にではあるが、呪いの枷を外せたようだ。かつてのように感情レベルは大幅に抑えられているが、いずれ現実世界でも言葉を取り戻してみせよう。そっか、よかった。本当に聞くがいい。リーンに準機動者たちよ、全てが黒の仕業というわけではない。人の未熟さが招いたことでもあるのだ。そのことを理解せねば、この先の総国も越えられまい。たとえ剣を取り戻したとしても。力はあまりに絶大。断りから外れた存在と言えるだろう。極限すれば全てに勝利できるが、それでは闘争の果ての再錬成の条件は満たせぬ。おそらく最後はある構図となるだろう。すなわち他の5機の力を手に入れた1機が、わずかではあるが勝利の可能性を手にし、黄昏の極まりし時において黒の鬼神と対峙するという構図に。候補は両兵王の紫、聖女の銀、皇太子の赤、ルーファスの金、そしてクローの青を味方につけたリーンの灰の5機ってことになるね。だったらリーンが、いや、俺らが目指す道は一つしかないだろうまさに妖霊窟での総国が試金石となったな。うん、同じように団長だって何とか説得できれば。うん、あの原始を見る限り聖女にも可能性はあるだろう。ああ、本来だったら共闘してもおかしくない立場だ。いけますよ、絶対に。甘くはねえだろうが、なんとか光は見えてきたかよ。まあ、皇太子やルーファス総督は味方には引き込めないでしょうけど、それでも総国に打ち勝てば彼らの鬼神の力は取り込めるでしょう。そうして味方を増やし力を蓄えてオズボーン宰相と対峙できれば、たとえわずかな可能性でも真の元凶を倒せる勝機につながる。はあ、俺が逃げでも鬼でもなく己自身としてバリマールを狩りミリアムの剣を使いこなせるなら。うん、それでよい。うんうん、僕も全力で協力するつもりだよ。ミリアム、待て！待ってください、まだ話したいことが。大丈夫、僕はいつでもみんなと一緒にいるから。一緒に頑張ろうね、ユーシス、アーちゃんたちも。夢じゃなかったんだね。ああ、あ、そうか、ちゃんといてくれたのか。お姉ちゃんよかったね。まったく、どこまで成長するんだか。おばあちゃん、今のって月明鏡が用意したわ。夢とうつつの狭間の開口じゃろ。わらわが先代から役割と使命を継いだ時も同じ状況じゃった。こんなおまけもあるとは。長らく守った甲斐があるものじゃ。そうね、本当にありがとう、ロゼリアさん。エマにセリーヌも、ビータに羅刹も含めて随分と世話になっちまったな。バリマールは再び沈黙し、ミリアムも喋るわけではないが、彼らの魂は確実に存在している。ならば今こそ7組は全員が揃い、もはや迷う必要はどこにもないだろう。ええ、光まとう翼の一員としても。ま、あんたら魔女の助けがなければ積んでたかもしれねえしな。一応礼を言っておくぜ。私も父やシャロンとのこと、改めてちゃんと向き合えると思う。サンクス、全部エマたちのおかげ。あ、私は別に後目の話だったみたいだし、でもまあよかったわね。わらわにとっても長年の肩の荷が下りた心地じゃ。新たな事実、わらわからビータや聖杯の副長にも伝えておくとしよう。ああ、お手数だがお願いする。私も東大の巡回魔女として真実を伝える手助けができてよかった。お母さんや姉さんたち、おばあちゃんが守り続けたこの地で、ありがとう。ずっと私たち魔女を導いてくれて、それからありがとう、私を一人前の魔女に育ててくれて。何をいきなり。ババアは涙もろいんじゃ、そういう不意打ちをするでない。やれやれ。この上ない成果でしたね。そうね、殿下やトアたちにもいい報告ができそうだわ。ええ、すぐに戻りましょう。俺たちの新たな翼、カレイジャス2へ。